5人の金プリ最終日、聖地巡礼青山本田の現地生写真。名前が変わっても、ティアラたちのリアル感情。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。いよいよ見納めの時、5月22日は5人のキー NG、NG& ヌ、ー、アンドスを見られる最後の日であった。 高温するかのようにティアラ、金プリファンの通称の応援熱も東京の気温上昇とともにぐんぐん加熱。同日は都内で最高気温28度を記録する夏日となったが、それ以上に暑かったのはティアラの熱量だ。 脱退する三人の背中を押し、そして残る二人に声援を送り続けるように、初かつのオリコンデイリーシングルランキングでは2018年5月23日に発売されたデビュー曲、シンデレラガールが2628枚で売り上げ周囲を達成。これには SNS 上でも、おめでとう。簡単ふ。そして、この曲をありがとう。簡単ふ。 本当に奇跡のようなグループ。これからも多くの方に愛される作品となりますように。といった多くの感動の声が寄せられた。また、22日には公式 YouTube チャンネルの再生回数が10億回を突破。これに、岩い井い KP 公式チャンネル10億回、ティアラありがとうキングプリンス。 と書かれたコメントがコミュニティ欄に投稿されると大盛り上がり。近く現地写真、場内は大にぎわい。パネル写真の前には人だかり、ティアラからは、私たちはいつまでもティアラです。簡単ふ。こんな最高のグループをせて,てて本当に幸せずっとずっと大好きだ。読みらいの5人にも期待してます。 といった感謝と応援のコメントが次々と書き込まれたのである。愛するグループと一旦お別れの時を迎えたティアラたち。最終日をどのような気持ちで過ごしたのだろうか。そんな彼女たちにとって聖地の一つとなっているのが、東京青山の本 n d a ウェルカムプラザ青山だ。視覚会場外は長蛇の列。 オープン前に並んでも3時間待ちました。メンバーが本 NDA の宣伝活動を担当している縁で、ここでは4月18日から5月22日まで本ダハート特別展示が開催された。そこを訪れると様々な思いを胸に秘めたティアラたちの姿があった。まずは親子で10回以上は聖地巡礼をしたという家族。 母は神宮寺ゆ太、25、娘は高橋海人、24、人のこと。最終日となるこの日は、開館30分前となる9時30分から列に並んだ。会場内に入るまでの時間を尋ねると、3時間は待ちました。笑顔で振り返る。近く、事務所を離れられてよかったのかな、ジャニーズの現状を心配するファンの声も、お目当てとなったのは、 会場内にある5人が映ったパネルです。見られるのは最後かなと思うとどうしても見たくって。と、とても名残惜しそう。平野史洋26、岸優太27、神龍寺の3人が脱退することをどのように受け止めているのか。寂しいなというのが正直な気持ちです。でも、3人が選んだことだから仕方ないのかなって。 今後はグループを離れるので3人は名前が変わって新しいグループ名で活動するかもしれないですね。ただ応援は続けようと思います。グループを脱退しても応援の意思は固いようだ。お次は始発に乗ってキャリーケース片手に新幹線で大阪から訪れたという学生2人組。この日のために上京してきたという。死は共に JR。 時代から応援している長瀬恋24だ。11時から並んだという二人は、2時間ほど待って入れました。と元気な声で話す。印象に残ったのはメンバーが出演した CM 動画の数々だという。今日誰かを嬉しくできたってコピーがメンバーにぴったりだなって。自分たちもメンバーから幸せをもらって毎日楽しく過ごしていました。 現在の心境を問うと、なんだか寂しいな。でも、次の道でも3人には頑張ってもらいたいです。脱退した3人はジャニーズ事務所も退場することになるが、騎士のみ9月30日退場、正しい決断だと指示するファンもいる。騎士のファンだと明かす、都内で働く40代の女性だ。この日は有給を取得してわざわざ、 展示会の最終日に駆けつけたという、事務所も今いろいろあって大変でしょう。ジャニーさんの問題とか、それを考えると事務所から離れられてある意味良かったのかなって、新しい地図のメンバーみたいに地上並みのテレビに出るのが難しくなるのかもしれないけど、また目にする機会があれば嬉しいなと思います。 5人のキンプリの最終日、様々な思いが交錯したティアラの胸の内。メンバー5人が、それぞれの王子様像を描いたキー・エヌ・ジー・アンド・ピンスは、最後の瞬間までファンから温かく見つめられていた。近く、現地独自画像6枚、5人のキンプリ、かける本・エヌ・ディ・エティアラも大感動のパネル画像や広告写真が飾られた場内の様子。 会場内の写真。四角 CM 動画が場内で放送されると多数のファンがカメラを構えた。四角5月22日で最終日となった本 NDA 特別展示。